アリスティド・バンセは、コートジボ・ワール・アビジャン出身の元プロサッカー選手。元ブルキナファソ代表。現役時代のポジションは、フォワード。2014年9月、ベイカウスリーガの HJK ヘルシンキと契約を結んだ。2015年2月、カザフスタンプレミアリーグの FC ・イルティシュ・パブロダルに加入したが、同年の6月に退団。2015年8月、 南アフリカのビトベストウィッツ FC のトライアルを受けたが、最終的にチッパイユナイテッド FC に入団した。同年5月に退団。2016年8月、ラトビアのリガ FC に入団。2003年からブルキナファソ代表に選出されている。アフリカネーションズカップ2013では準決勝のガーナ戦で、 同点ゴールを挙げ、さらに PK 戦でも PK を成功させ同国史上初の決勝進出に大きく貢献した。決勝ではナイジェリアに敗れ準優勝に終わった。アフリカネーションズカップ2015では今後戦で得点を挙げるも準優勝した前回大会から一転してグループステージ敗退に終わった。アフリカネーションズカップ2017では チュニジア戦とエジプト戦でゴールを挙げ3位入賞に貢献自身も大会ベスト18の一人に選ばれた。ありがとうございます。